人気オーディション番組、青春スターアベマから誕生した10人組ボーイズグループ N.S サイン、N サインのヒュン、ヒョンがグループ活動を終了することが分かった。5日、グループの公式サイトにて発表された。N.S サインヒョン活動終了を発表俳優として新たなスタート、N。S サインが所属する N.CH エンターテインメントは、 日頃より N.S サインを応援してくださり、愛してくださる全世界のコスモ、N.S サインのファンネームの皆様に心より感謝申し上げます、と書き出し、これまで健康上の理由で N.S サインの活動を中断していたメンバーである、ヒョンの活動が終了すると公式サイトで発表した。青春スターに参加し、デビューメンバーに選ばれたヒョンだが、デビュー時から健康上の理由で活動を休止、 N.CH エンターテインメントは本日まで活動期と休息期を経て継続的な検査と治療を並行しながら N.S サインとして舞台に立つことを期待し多大な努力を行ってきました。当社もヒョンと継続的にコミュニケーションを取り合って活動復帰のための支援を行ってきましたがヒョンの健康状態が歌手として舞台に立つには難しい状況であるとの本人からの意見を尊重し これまでの N.S サインメンバーとしての活動を終了するという結論に至りましたと説明した。また、ヒョンはこれからは歌手ではなく俳優パクヒョンとして活動していくといい、当社と N.S サインメンバーは新たな出発を迎えるヒョンの前途を心より応援しております。コスモの皆様にも新たな始まりを迎えるヒョンに大きな激励と応援をお願い申し上げます。ありがとうございます。 と伝えている N.S. サインは2022年に放送されたオーディション番組「青春スター」から誕生したボーイズグループ2023年8月にデビューし同年9月に日本デビューを果たした k p o p 史上初の日本人リーダーの数多を筆頭に国際色豊かなメンバーが特徴となっている N.S サインのパクヒョンがグループを脱退する 所属事務所 NCH エンターテインメントは本日5日、公式サイトを通じて健康上の理由で活動を中断していたパクヒョンのグループ活動終了と俳優への転身を発表した。事務所はパクヒョンに関して青春スターの頃から本日まで活動期と休息期を経て、検査と治療を並行しながら N.S サインとして舞台に立つことを期待し、多大な努力を行ってきたとしながらも、 健康状態が歌手として舞台に立つには難しい状況であるとの本人からの意見を尊重し N.S サインメンバーとしての活動を終了するという結論に至ったと明かした。また俳優パクヒョンとして新たな挑戦を準備するとし今後を応援した。さらにパクヒョン自身も N.S サインの公式ファンサイトを通じて直筆の手紙を公開。 メンバーに対する申し訳ない思いとともに感謝を伝えた。n s サインは韓国で2022年に放送された青春スターで優勝。2023年8月に正式デビューしたが、パクヒョンは活動中断によりデビューアルバムに不参加となっていた。こんにちは。n c h エンターテインメントです。日頃より n s サインを応援してくださり。 愛してくださる全世界のコスモの皆様に心より感謝申し上げます。これまで健康上の理由で N.S サインの活動を中断していたメンバーであるヒュンの N.S サイン活動終了についてお知らせいたします。ヒュンは青春スターの頃から本日まで活動期と休息期を経て継続的な検査と治療を並行しながら N.S サインとして舞台に立つことを期待し多大な努力を行ってきました。 当社もヒュンと継続的にコミュニケーションを取り合って活動復帰のための支援を行ってきましたがヒュンの健康状態が歌手として舞台に立つには難しい状況であるとの本人からの意見を尊重しこれまでの N.S サインメンバーとしての活動を終了するという結論に至りましたヒュンはこれから歌手ではなく俳優パクヒョンとして新たな挑戦を準備することになります当社と N.S サインメンバーは 新たな出発を迎えるヒュンの前途を心より応援しております。コスモの皆様にも新たな始まりを迎えるヒュンに大きな激励と応援をお願い申し上げます。